10万円旅企画 SHIGA シーガー、ハプニングを起こす人がいないんで、男子は落ち着いたね、渋い旅を。飲み物買おうかのね、節約するためにね、稲荷コンコン恋いろはっていうアニメがありまして、おお、ちょっと待って、いってるいけてるいけてる、いけてるよ、いけてるよ、うわぁ、セーフ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 、京都駅に到着いたしました。一応京都に着くっていうのは分かってたんですけど、途中で滋賀を通ると思わなかった、ね、途中でしかも滋賀で休憩を取るとは思わなかったでさっきの滋賀のサービスエリアでわざとバスに乗り遅れてヒッチハイクでそのまま行くという手もあったんですが、そのハプニングはいらない、はいはい、大人の旅ですからね大人は京都に来ますよ。そうですね、ただいまね、朝の6時でございます。まだ開いてるお店も中尾ぐらいですかね、うん、どのくらい切羽詰まるか分かんないもんな、ね、良さ。そうですね、まあね、残ったら残ったで最後にドドンってなんか、まあね、使えば、うん、じゃあちょっと俺どっかで空いたペットボトルに水を入れていこう飲み物買わないで声を見つけるたびに俺は走ってこれ水入れあ、ちなみに、うん、ここまでの東京から京都までの金額がこちらです、はい、13,800円。3人で3人ですごいすごいね。だってすごい、新幹線でここまで来たらさ、もう一人分にもなんないよね、うん、そう、うん、調べたところによると清水寺がもう朝6時に開くらしいので、もう開いてんじゃん、もう6時ちょうど今6時ですね。開いたね、開きましたね。やっぱり舞台役者としてはね、清水寺行かないとね。じゃあ行ってみますあった、あなんかこの地図だと歩いていけそうな距離ですけどね、おっさんだったら2分ぐらいで徒歩で徒歩でもう徒歩ではない行けるよ、かかとを返したらダメだから、両方のかかと、どっちかかかとを使わないと。競歩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 で競歩やったー競歩で競歩出たよ、来た10万円おっさん旅の醍醐味親父ギャグおっさん旅はくどいよ、この調子で行くよしかも、もうめっちゃ節約しようとしてますね節約しようよ、本当だっていいもん食いたいからね。そうだね、なんか使うところでもうバーンって使って、うん、夜の街でお、祇園で祇園でうわ、あ、すごい、モダンだ、モダンだな、モダンだな、うん、そろそろ小木さんのダジャレが炸裂すると思ってね、俺待ってんだけどモダンだな、ちょいちょいね、あ、今ダジャレたのにっていう言えなかったことが結構あるんですよ。そしたら一回戻って、その場所に戻って言っていいよ。さっきの、 あの京都の地図のところで戻ってもらっていいですか。そこまであの時にたくさんお金を使おうよ、食べ物にって言ったじゃないですか、うん、夜に使おうって言った後に、ね、ババーンって使おうって言った後に、あの林さんが祇園でって言ったんですよ。なんか使うところでもうバーンって使って、夜の街でお、祇園でババーンって言ったこの時代が祇園だったっていう、僕はツッコミをいただいたんですけど、10万円おっさんたちはい、あのダジャレが出るたびにあのアイキャッチが入ります。ちょっと僕そういうことあるんですけどねだからそのモヤモヤがここまで引きずってるっていうのはね小木さんそんな気持ちでここまで歩いてきたの嘘あ、京都タワーやお、京都タワー、京都タワーですよ。おー、まぶす京都タワーだよ、憧れの
マスコットはタワワちゃんですからね。そうタワワちゃん。タワワちゃんでなんかあれ、ね、タワワちゃんですか。ちょっとおっぱいみたいな感じ、ねね。タワワちゃんってなんか、ね、なるほどね。あ、バスチケットセンターってありました。あった。あった。あ、忘れてた。ました。忘れてたんかい。小木さん探してた。小木さん探してた。小木さん探してた。よかった。探してたわ。ねえ、小木さん。俺ね、忘れてたよ。バスチケットセンター。もう空いてんのかな、バスチケットセンター。え、これ空いてるんじゃないの？俺このままスピード緩めないからね。ぶつかる。どうしました？買いませんでした。なんでですか？ここは高速バスのチケットしか売ってませんでした。D1 の乗り場の近くの自動販売機。あ、これか。あ、これですね。もうあったね。壊れやすいんだって。何が壊れやすいんですかって聞いたら、はい、お釣りが出ないんですって。やばい、やばい。1万円、まだあれですからね、まだ使ってないから1万円札しかないですからね。あ、やべえ。そうか、飲まれたらもう、飲まれたらもうあれだね。では今回の旅、初支払い、初出費ですよ。はい、ゆっくり丁寧にね、壊れやすいから。お釣りが出ないことから。はい、お釣りが出る。お釣り出る。お釣りだよ、問題は。次こっち。はい。あ、これ同じだ。お、お。つうことは最後は？ことはこれですね。うん、これ林さんが押さなくて大丈夫ですか？押すよ。林だよ。さあ問題ここからですよ。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりって言ってたからね。ちょっと待って、本当に。気をつけてって言われたらね。ここで、もうここで、ここで8200円ロストするからね。さあ、小銭は出てきました。ああ、8000円あるのか。8000円あるか。8000円あります。お、200円あるかに。200円ある。はい、やったねー。1人600円なので、ここで1800円使います。そうだねー。バスタに満喫します。まもなく来ます。あ、じゃあここで並んでおこう。はい、ここで並んでおこうね。このバス1日に買うことによって、はい、どこでも降りれる、どこでも散策できるということが、うん、そういう利点もあるよね。ね、これいいね。うん、いい情報だべ。バスに乗るぜ。清水寺に行きます。乗ります。Oh, yeah.